こんにちは、ラ・クレリエール柴田秀幸です。今日の動画の配信はですね、本当に僕のレストランラ・クレリエールで、お届けしているお料理をですね、実際に作ってどういう風なことをやっていて、どんな食材を使ってやっているのかっていうのをちょっとお届けしようかなと思いですね、ご家庭で作れるフランス料理というよりはですね、本当にこのレストランにいらっしゃったお客様に僕たちのチームが出しているというお料理をご覧になっていただこうかなと思います。まずは食材ですね。今日はお料理の名前がですね、鮎のバリエーションササチャとクレソンのソースというものを作りますね。なので今日は鮎です。鮎、僕はですね、このお料理に使うのはですね、半天然という飼育されているものですね、養殖されているものですね、それを今日は使っていきます。そしていろいろつくんですけれども、お米ですね、バターライス、そしてクレソンのソースなのでクレソンですね。そして鮎の内臓を使ったブーダンノワール、コロッケみたいなフライを作るので、それのベースのブーダンノワール、これは豚の血で作っているものですね。そして衣ですね、ベニエ生地、こうビールが入ってサクッと揚がる生地ですね。そして南高梅の泡状のソースを作るんですけれども、それと一緒に使うのがレモングラス、ハーブティーですね。今日はもう濃いめに少し入れてある状態です。そして琵琶湖の海苔ですね。で、北海道の僕の地元、北見っていう地方の女満別の近くですね、空港があるんです、よく僕は網走の近くですね、そこで作られているササ茶から取っているお抹茶ですね、ササ茶をこうすりつぶしてお抹茶のように仕上げているもの、これをもうお湯に溶かし込んで飲むっていうのを、僕ら地元の人は飲むかなっていうものですね。そしてですね、じゃがいものピューレです。じゃがいもを茹で上げて、裏ごしして生クリームと牛乳で少し柔らかい状態にしてあるものですね。で、南高梅です。今日は山椒ですね、実山椒を乾燥させてパウダー状にしたものを使います。でこの2つがちょっと何でしょう、なんていうんでしょう、僕ら特別なものっていうんですかね、大豆のレシチンですね、これを液体に入れることで泡立った時にその泡を保てるというものですね。そしてこっちが増粘剤、シャンタナって言われるものですね、キサンタンガム、そういうものの仲間だと思ってもらえれば、これをこう液体に溶かし込むと濃度がつくというものですね。で今日はちょっと変わった道具、スプーンですね、僕らはプロフェッショナルなんで道具も作るんですよっていう、こういうスプーンをぐーっと曲げてですね、細いラインを引くっていう、こんな道具を使って仕上げていきます。それでは始めます。それではまず鮎をおろしていきますね。こうイメージとしてですね、和食さんがよく炭火で鮎を焼くんですけれども、そういう風な仕上がりをイメージしてですね、鮎のってこう串を刺してこう焼き上げるんですけれども、鮎の油がこうだんだんこう大体斜めにして焼くんですが、鮎の腹の油ですね、それがだんだんこう頭の方に下がってきてですね、頭がフライの状態になるんですね。そして外側はですね、遠赤外線でパリッと焼けて中はふっくら、そしてこうクーって曲がって焼いてると思うんですけれども、あれはですね、ここがこの風感っていう状態ですね、せんべいみたいにパリッとなるみたいな、そういうのをですね、炭火って一個の熱源でやるんですね。それをこう僕は炭を使わないし使わないので、それをこうフランス料理のお皿に落とし込んだ時に、どうしてもそれを表現できないと、鮎をフランス料理で届ける意味ってあんまりないんじゃないのかなって、季節だから鮎出しとけばいいでしょうみたいな、なんかそういう風に なってしまうかなと思ってですね、それに準じた仕事をするって決めたんですね。なのでそれぞれ鮎を一回全部ばらしてもう一度戻すっていう風にやるために、完全に全部さばききります。それではおろしていきますね。まず頭の付け根ですね、そこからおろしてしまいます。こういう状態ですね。そして内臓を出しますね。内臓は内臓でまた違う火の入れ方で使いますので、ご覧になっていてください。そしたらおろしますね。こうあんまりこう、なんて言うんでしょう、
こういう仕事って見ないのかなって思うんですけれども、僕はもう本当にこう何年でしょう、10年弱ぐらいはやっている仕事の、毎年必ずやるっていう仕事ですね。僕のお料理の中でも一番手のかかってたり、こう思いが強かったりするお料理ですね。今はこう三枚おろしみたいな状態ですね。そしたら次はここを外していっちゃいますね。そしたら次は頭いきますね。鮎の塩焼きって本当にこう全部使うと思うんですね。釜だったりエラ、そして頭当然ですね。そして骨まで全部食べれるっていうところがですね、釜を外します。そして次出てくるのがエラですね。で頭はですね、少しこの半天然の鮎って頭骨がちょっと塩焼きにするには硬い、大きいんで硬いんですね。なので頭を割っていくという作業ですね。そして続いてこの中骨ですね、これのまず尾っぽを切り離してしまいます。こういう状態ですね。でここにですね、すごい硬い骨があるので、僕はこの部分だけ唯一外して、ここは使わないです。そして次はここにハサミですね。完全にこう魚の解剖みたいな状態になるんですけれども、こういう状態ですね。これをこう全部やって、内臓がこういう状態ですかね。まずこの状態までおろしてしまいます。おろした鮎の半身ですね、盛り付けるときにだいたい頭を左にして、盛り付けるので、頭を左にしたときに来る下の方の身ですね、それを半身ですね、そのにまず塩をしてしまいます。これはですね、ちょっと目指す味わいがですね、いわゆるこう一夜干しみたいな、ああいうお魚って美味しいなと思ってですね、少し塩を当てて冷蔵庫で乾かすという仕事をすると美味しくなるかなと思って、まずこれだけ塩してしまいますね。それではまずクレソンとササチャのソースを作っていきますね。クレソンはこう葉っぱの部分と茎の部分で大きく分けます。理由としては茎の方が硬くて火が入りにくくて、葉っぱの方が火が入りやすいからですね。今日のお湯は 1% です。1.5 リットルに 15g ですね。沸騰したところに茎から入れます。茎の部分が4分ですね。そして葉っぱの部分は2分なので、茎を入れたら2分、2分後に葉っぱを入れて、一緒に取り上げるという仕事ですね。浮いてきたりするので、しっかり中に入るようにしてあげてください。それでは2分間茹でます。で間もなく時間が来ますので、そしたらですね、時間差で次は葉っぱの部分ですね、入れてあげます。もう一気に入れてあげてください。気をつけなくてはいけないのはですね、物体を入れてからの再沸騰までの時間ですね。それがこうすごい長くかかってしまうと、やっぱりグリーンのものがグリーンに上がってこないというふうになります。あとは塩分濃度ですね。その2つを守っていっていただければ、こう美味しいクレソンのソースが出来上がるかなと思いますね。これから2分茹でます。それでは時間が経ちましたので、一度チェックしますね。チェックする項目としてはですね、
この僕が見るのは葉っぱですね。葉っぱの繊維の一番細い部分、薄い部分っていうんですかね、そこをこう触ってみてですね、熱いので一度水で冷やします。それで触ってみて、繊維がこうとろっと溶けるっていう状態ですね。これになってれば綺麗なピューレになるっていうふうに、僕は判断します。今ちょうどそういう風になってますので取り上げてしまいますね。鮮やかなグリーンですね。冷水にとって、で今日はですね、僕らがやるというか、僕が必ずやるですね、ピューレの作り方ですね。こういう緑芋を茹でた時の煮汁ですね。それってこう少し色がついてるなって思うんですね。そして塩分も入っているので、これをこう少し取ってですね、この煮汁でクレソンをミキサーで回して滑らかなピューレを作るという仕事に行きます。これも取り上げたら一緒に冷やしてあげてください。それでは先ほど塩をして一夜干しみたくすると言った鮎ですね、それをですね、グリル板で焼いていきます。目指すのはですね、これを最終的に鮎のピラフと合わせてですね、いわゆるイメージ的に鮎ご飯みたいなイメージを塩に仕上げていきますので、まずはサラダ油を少しだけ塗りますね。そして焼き色をつけるっていうよりは香ばしく焼くという風な捉え方をしていただければいいかなと思いますね。なのでこう焼き色をさっさっとつけてっていうんではなくてですね、鮎ってやっぱりこうしっかり火を入れてあげてこその味わいって出てくるのかなと思っているんですね。なのでこのグリル板で焼くときもですね、素早く焼き上げるっていうよりは皮目をじっくり焼いていって美味しさを引き出すっていう風な仕事をやっていきますね。グリル板でものを焼くときはグリル板しっかり温めて、で乗せるものにこう油が絡まっている状態を保っていければですね、こうピタッてくっつくことはないのかなと思いますね。それはこうお肉だったりお魚、フォアグラとかも焼いたりするんですけれども、全部に共通して言えることかなと思いますね。少しゆっくり焼いていきますのでご覧になってみてください。場所をずらすのはですね、他の部分の方が温度が高いからですね。温度が高いと鮎がこう焼けてる時に油が滴り落ちてですね、その油がこう煙となって油煙が上がりますね。その香りを、僕はこれに関してはつけた方がいいのかなと思って動かして焼き上げます。少し焼き色がつきますね。そしたら一度ひっくり返してしまいます。でよく焼くと言ったんですけれども、ただパサパサになってしまうと、それはちょっと違うなと思いますので、ちょうどよく焼き上がる、こうちょうどよく火が入るというよりは少し水分を抜いて旨味を凝縮するみたいな、そんなイメージがあるかなと思いますね。もう少し焼きますね。やっぱりこう塩をして少し長い時間置いておく、1日だったり置いてあげるとですね、やっぱり干物の美味しさって素晴らしいものがあるんだなっていうふうに思いますね。そういう味わいを引っ張り出す、鮎のお料理を考えるときにやっぱ一番最高に美味しいものって鮎ご飯と炭火の塩焼きだと僕は思っているんですね。なのでそれをこう2ついいところを取り合わせてフランス料理に落とし込めたらいいかなと思って作ってますね。少し香ばしい色ですね。パリッとしてます、ね、これぐらい焼けたら取り上げますね。こんな感じです。次の工程いきます。続いてですね、おろした鮎ですね、それの先ほど焼いたグリルした身と、もう一枚のまだ何もしてない身を除いた部分です。頭、カマ、エラ、尾っぽですね、そして背びれ、中骨、腹骨、そして腹びれですね、それをこう全部油で揚げていきますね。こうイメージとしては一番最初に伝えた鮎の油が頭の方に滴ってきて揚げ物になるっていう、あれのイメージですね。これは
全部入れてしまいます。であまり高い温度で揚げるとですね、色だけついてしまって水分が抜けてないとサクッとしないんですね。なので少しこう気長に揚げていってあげてください。だいたいこれをこうなんて言うんでしょうね、お客様一人に1本分使いますので、本当にこうバタバタするお料理ですね。これはもうやっぱりこうなんて言うんでしょう、フランス料理にこういう日本料理が大切にしている食材をこう使わせていただくっていうふうに思った時にですね、半端なことはやっぱできないなと思ってですね、それでこう自分ができるマックスの力っていうんですかね、技量とか心意気とかそういうのを全部込めて作っているものですね。で毎年毎年少しずつ少しずつこうやり方が変わったり火の入れ方が変わったりっていうのを繰り返し続けるお料理の一つでもありますね。そして必ず毎年作るお料理ですね。で油で揚げると入れる順番にもよると思うんですけれども、やっぱり頭って一番こう骨が密集してて硬いので揚がるのに時間がかかります。そして腹の部分ですね、薄いのですぐ揚がってきますね。なのでそれを見極めながら揚げてお塩をするという作業に入ります。で物を揚げたらすぐ塩をして揚げた方がいいのかなと思いますね。理由としては油がこうきれいに切れてしまうと塩を弾いてしまうので、揚がった時にこういう油が乗ってる状態っていうんですかね、それの時に塩をちゃんとしてあげると美味しく食べれるかなと思います。そして物を揚げる時はちょっとだけやっぱり温度を上げてあげた方が僕はいいかなと思いますね。揚がり始めてるのがあるから揚げますね。だいたいまずはこんぐらいのから上がってきますかね。そしたら塩ですね、という状態ですね。もう少しゆっくり揚げてあげますね。こう食べた時にサクッてした方がやっぱり美味しいかなと思いますね。それにはこの水分をしっかり抜きながらカリッと揚げてあげるっていう作業が必要かなと思います。で僕は必ず揚げたら一時したらすぐ違うペーパーに移してあげます。理由としてはですね、やっぱりこの油っていうのがまたこっちに戻っていくと考えるので、あくまでも揚げ物はからりと油っこくない方がいいと思いますね。頭だけもう少し揚げますね。この作業を人数人前こう全部繰り返すという仕事になりますね。もう少しですね。揚げていきます。全部が上がるとこういう状態になります。アユの肝を使ってですね、肝のソースと肝のブーダンっていう2つのお料理を仕上げていきますね。まず肝を小さな鍋に入れちゃってください。でこれをこのまま火にかけます。で火にかけたらですね、僕らは必ず潰してしまいます。このイメージとしてはですね、塩焼きの鮎、それが内臓付きでもちろん焼かれていくんですけれども、あれの焼く時間ですね、それを目指して同じぐらい長いこと
火を入れていくという感じですかね。で全部が最初火が入ってからだと内臓がこう固まってしまうので、その前にこう崩してあげた方が僕はこの料理に関してはいいかなと思いますね。これは少し1本分1尾分の鮎のお肝なので、もう少し多い量でやった方がいいかなと思いますね。で途中で山椒の実ですね、実山椒、それをこう乾燥させてパウダーにしたもの、これを合わせていってあげます。で これもですね、じんわりじんわりゆっくり火を入れていってあげた方がいいかなと思いますね。もし油の量が季節旬の鮎によってこう少し変わってくるので、必要だったら太白ごま油とかああいうのを入れてあげるといいかなと思いますね。でこれをだいたい15分から20分ぐらいゆっくり火を入れます。こうずっとゆっくり火を入れていってあげるとですね、こういう状態にあゆの油が完全に溶け出て、内臓はこう火が入ってくる状態ですね。で少し火が入るというよりはしっかり火を入れて、さっき のグリルした身の感性と考え方のベクトルは一緒だと思いますね。しっかり火を入れてあげるっていうことに美味しさを引き出す秘密ってあるのかなと思いますね。で山椒の香りがして、鮎の内臓が焼けてる香りですね、その2つがしてくるところまで火を入れます。だからだいたいこういう感じです。次の工程に行きます。とそれではササ茶のクレソンとササ茶のソースですね、茹で上げて冷たく冷やしたクレソンですね、それを少しだけ水分を切ったものです。それをこの高速回転ができるミキサーですね、それに入れて茹で上げた煮汁ですね、それをこう少しだけ入れてあげてください。そしてこれでミキサーに混ぜかけます。で水分が少ないとミキサーが回らないんですけれども、水分をいっぱい入れすぎるとですね、今度ソースの濃度がサラサラになりすぎるので、そこの量を気をつけて作っていくっていうのが大事かなと思いますね。で一度高速回転するもんなので、やっぱりこう飛び散るんですね。このミキサーの容器の中のものを一度しっかり落としてあげて、もう一度回すという作業、これを何度か繰り返しますね。で味わいを確認します。非常に美味しいクレソンですね。必ず飛び散るので必ず綺麗に取ります。これを何度も繰り返しますね。そうすることでこう滑らかなピューレって出来上がるのかなと思います。でこの状態ですと何て言うんでしょう、まだサラサラの状態でお皿にこう綺麗にソースを流した時にですね、水がこうダーッと染み出てくるんですね。それを防ぐために増粘剤ですね、それを少し入れてあげます。そうすることでこうぐっと濃度がつくので水分を保有することができるんですね。で、ササ茶ですね、どれぐらいでしょう、3つまみ、4つまみぐらいですかね、入れてあげてください。もう一度ミキサーにかけます。これでだいたい3回ぐらいやりましたかね。そうするともうほぼ完全な滑らかなピューレになります。でももう1回やります。
入れます、ね、はい、こういう一つずつの工程をちゃんとやっていくと素敵な料理が出来上がるかなと思いますね。どうでしょう、いいかなと思います。濃度と味わいと色合いですね、全部きれいに整ってるかなと思いますね。次の工程に行きます。そしたら次はブーダンノワールですね。それに鮎の肝を入れて、鮎の内臓風味のブーダンノワール、それのベースを作っていきますね。まずゆっくり火を入れた鮎の肝ですね、それのこう鮎の脂があんまり入らないように入れていきます。これぐらいでしょうか。そしたらこれを一度混ぜますね。よく練り合わせてあげてください。で、鮎の油を入れると何が良くないかっていうとですね、ブーダンノワールに油が入りすぎてですね、それが柔らかくなってしまうんですね。そうするとこれから生地をつけてサクッと揚げるんですけども、その時に爆発しやすく破裂しやすくなってしまうんですね。なので油の方はあんまり入れないように、ゼロではなくていいんですけど、たくさんは入れないっていうところですね。そしたら次は海苔ですね。今日はコントビっていう僕が大好きなお海苔ですね。これを入れていきます。もうハサミで細かく切って入れていけばいいかなと思いますね。これぐらいでしょうか。そしたらよく混ぜ合わせますね。という感じですかね。で、味を一回入れます。非常にこう鮎の内臓の味わいとフランス料理の伝統ブーダンノワールが合わさった味わいかなと思います。これをですね丸めて冷凍します。そうするとこういう状態になりますね。これに衣をつけてサクッと揚げるという工程に行きます。続いてですね、レモングラスと梅干し、南高梅の泡状のソースを作ります。だいたい今日でレモングラスをハーブティーのように入れていただければいいんですけれども、中に浸している時間ですね、それが10分です。すごい長い状態入れていてですね、濃い味わいのレモングラスの液体が出来上がっている状態ですね。そこに梅干しです。これを入れて、で泡立つ大豆のレシチンですね、それを少しだけ合わせてますね。そしてこれを泡立てると泡状のソースが完成します。結構僕はよく作る、ソースの一つですね。さっぱりしていて少し後味に梅干しを感じるというものですね。こういうハンドミキサーみたいなもので果肉ごとこう完全に潰していく感じですね。そうするとこう泡立ったソースが出来上がります。これを取ってお皿にかけるというものですね。次の工程に行きます。ベニエ生地といってビールが入る、ビールとイースト菌が入る発酵の生地ですね。僕らはこれを使って揚げ物をよくするんですけれども、サクサクに揚がるっていうのが非常にこう利点の一つかなと思います。材料を全部合わせてですね、少し温かいところに置いておくと、こういうふうにイースト菌が発酵してきてですね、もちもちの生地が出来上がります。これはこういう状態を作っておきます。そしてジャガイモのピューレですね、茹で上げてタミこしたものですね、それに生クリームと牛乳を合わせて置いてある状態ですね。こう柔らかいあんこみたいな状態です。これを一個ずつ丸めて最後の飾りに使っていきます。こういう状態ですね。次の工程に行きます。それでは鮎の残っている方の身ですね、それに塩をして焼いていきます。両面に塩しますね。
そしてつける、今日つける粉はですね、米の粉ですね。それをこの皮目だけにつけます。理由としてはですね、一番こうサクッと焼き上がる粉かなと思っておりますね。そしてこうアユニの味わいを邪魔しない。まあもちろんこうなんでしょうね、おかき粉みたいなああいうのをつけてもザクザクには上がるとは思うんですけれども、そうするとですね、ああいうの繊細な味わいってこうなかなか伝わりにくいのかなって。でもサクッとさせたい、じゃあどれだっていうので米の粉になりますね。フライパンを熱しますね。少し高い温度です。で、熱くなったらですね、サラダ油を入れて表面をカリッと焼き上げるというふうに焼いていきますね。フライパンの温度が上がったらサラダ油を少しだけ入れますね。そしてアユを入れます。ちょっと強い火ですね。それで入れると皮にすぐ色がつくぐらいですね。それぐらいで焼いていきます。これが目指しているのはですね、皮がバーンって焼けてて中の身はふっくらっていう、そこを目指しますね。焼けたらひっくり返します。ひっくり返したら揚げてしまいますね。こういう状態です。次の工程に行きますね。カリッと揚げた骨と半身をグリルした身ですね、それを少し刻みます。で、刻むものはですね、中骨、それにハラミですね。そして、左側の頭ですね、それを刻んでいきます。後の部分はですね、最後にこう盛り付けとして使います。それとあとこのグリルした身ですね。こっちはだいたい小さな角切りに切っていただければいいかなと思いますね。で、これはですね、あゆご飯のイメージのピラフですね、それにこう合わせていきます。完全にあゆ1匹を全部使い切るっていう一皿ですね。なので少しこう食感が残った方が美味しいかなと思いますので、細かく刻むんですけども、細かくしすぎなくて大丈夫かなと思います。これぐらいですね。と、続いてあゆのピラフですね。あゆご飯をイメージしたピラフです。と、フライパンを熱くしてですね、バターライス、それを少し入れます。で、まず温度を上げますね。バターライスってやっぱり少しこう固めに炊き上げてますので、それをこうふっくらとした状態に戻すっていう作業ですね。熱くしたフライパンにお米、少しジューッと言っている温度ですね。そしたら少しだけブイヨンを入れてあげて、これをオーブンに入れます。200度のオーブンですね。だいたい1分から1分半ぐらいでしょうか。そしたらこうお米がふっくら戻ってくるので、そしたら次の工程に行きます。ブイヨンの水分が完全にお米に入った状態ですね。こうパラッとした状態に戻ります。でもお米の中に水分が入ってるんで、お米自体はこうふっくらしている状態ですかね。そしたら刻んだ、骨ですね、それに刻んだ、グリルしたアユの身ですね、それを合わせます。本当にこうアユご飯、骨が入って、刻んだ骨が入ったアユご飯みたいなイメージですね。で、大体こうひとまとまりになったらですね、海苔ですね、海苔を少し入れて香りをつけていきます。
海苔の香りがふわっと上がったら、いいんじゃないですかね。少し僕はこの、中で鮎の身をほぐしてあげますね。非常に美味しいかなと思います。この状態で完成になります。次の工程いきます。次はですね、冷凍のブーダンノワールですね。鮎の内臓を入れて海苔を合わせたもの、それを丸く固めて冷凍したものですね。爪楊枝を刺して、先ほどのベニエの生地ですね、それをくるっとつけて揚げていきます。油の温度帯でいうと大体180度ぐらいでしょうかね。あんまり低い温度で揚げてしまうとですね、中の、ブーダンが溶け出してくるので、外側の生地をサクッと揚げて、中は揚がった時にちょうど解凍されるみたいな、そういうイメージでいいのかなと思いますね。こう丸くなるといいかなと思います。こういう状態ですね。で、浮いてる部分はどうしてもこうサクッと揚がってこないので、時折こうひっくり返してあげて、カリッと揚げてあげてください。大体1分半から2分ぐらいでしょうかね。そしたら取り上げます。大体1分半から2分ぐらい、今日で大体1分45秒ぐらいですかね。そうするとこう外側の色が少し色づいて、サクサクに揚がる状態です。こういう状態になったらいいかなと思います。次の工程いきます。それでは最後盛り付けに行きますね。まず笹茶のソースですね。もう少し鮎が泳いでる水の流れのイメージですね。こんな感じですかね。たら次はピラフですね。真ん中に置きます。ピラフを置いたらですね、まず肝ですね。そしてじゃがいものピューレですね。ここに一つずつ鮎のパーツを乗せていきます。こうなんて言うんでしょう、一匹の鮎が本当にそこにいるように食べ進んでいただけると、そしてカリッと揚がったブーダンノワールですね。で、少しだけ酸味を加えたクレソンを2本ぐらいですかね。乗せてあげて、で、鮎の肝のソースですね。これは僕の考えですけど、大体この釜の部分に苦玉があると考えますので、そこにまずはしっかりかける。そして周りですね。そして最後に梅の泡で仕上げていきます。で、抹茶のお塩ですね。抹茶とフルードセルを合わせた、茶塩、それを少しアクセントにですね、そして最後南高梅の泡ですね。やっぱりこういう味わいが変わるものはですね、奥の方ですかね、少しこう濃い味わいを食べていった後に、こう酸味とか爽やかなものが加わっていくといいのかなと思います。すごいたくさんのパーツが乗っているんですが、これで完成となりますね。完全に鮎一尾、上の身と下の身でそれぞれの味わいが違くって、内臓の味わいがあって、こう塩焼きのように頭はカリッと揚がってて、尾っぽはこうサクッとしている状態ですね。それぞれをばらしてもう一度戻すという仕上がりですね。だいたいこういう料理がレストランクレリエールでは日々お届けしているものになります。これで鮎のバリエーション、クレソンと笹茶のソースの完成となります。今回のレシピは動画の概要欄にも記載がございますので、そちらと合わせてご視聴くださいませ。
もしご質問がございましたらコメント欄に書いていただければ幸いです。それではまた会いましょう。ラ・クレリエール柴田秀幸でした。